はい、どうも皆さんこんにちは。沖縄の大学生おしねです。この画角でキッチン見るとめっちゃ汚いな。まあどの画角で見ても汚いんですけど、もうちょっと、いやでも最近ちょっと掃除とかね、また時々やってるんで、こうやってねマジックリンとかも使って綺麗なね、トイレを維持していき、トイレじゃない、綺麗なキッチンを維持していきたいと思います。今日は虫飛んでるな。今日は業務スーパー冷凍カキフライ 500g を揚げていきたいと思います。よし、まずねフライパンに油をドバ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 ー、ね、新しいやつも開けます。あ、なんかこれいつもの、あ、いつもと同じか。この前この服は、この服どこで買ったんだろうな。なんかあれだな、アウトレットでお母さんが買ってくれたのかな。あなたの好きそうな服あったから買ってきたよみたいな感じで買ってくれた新幹線 T シャツですね。よし、一度北陸新幹線に乗って金沢に行ったことがあります。あれは YouTube 始める、あの YouTube 始めるちょっと前ですね。あ、はい、じゃあまず油を敷きます。でこれ別にね、揚げ物するときってね、そんなにいっぱい、あ、もう半分ぐらい使っちゃった。これでさ250円ぐらいだから、もう今100円以上分のさ油を使ってますよね。だから揚げ物って結構ね、あの自分の家でやるとやっぱお金がかかるんですよね。だけどまあさ、揚げ物って揚げたてが一番じゃないですか。なんかこうスーパーのさ半額揚げ物みたいなさ、もう夜遅くに売れ残った揚げ物みたいなやつさ、あれはもうなんていうの、もうなんかだいぶ味が劣化してるっていうかさ、なんかやっぱ揚げたてがいいと思うので、まあ多少高くてもね、やっぱり揚げ物は揚げたてを食べるのがいいのかなと思います。あっつ、おー、すぐに温まってきました。でこちらね、本日は、サクッと広がるうまみ冷凍カキフライ、これ 500g でね600円ぐらいだったと思いますので、これいくつ入ってんだろうな。ちょっと揚げてみましょう。おー、めっちゃカキの匂いがする、すごいな。あ、裏見ると分かった。よ、 5×4 で20個ですね。こうさ、裏側見るとこうやってボコボコなんていうの、ちゃんと出っ張りが見えるんで数えられるんですけど、20個分入ってるみたいですね。油がバチバチいってきたので、そろそろかな。こんな感じですね。まあ普通のカキフライですよね。じゃあ揚げていきます。ちょっとまだ入れるの早かったっぽいな。よし、これで4分から5分ぐらい揚げていくんだそうです。よし、美味しそう。揚げてる間にキャベツの千切りを作ります。群馬県産キャベツ、きっと嬬恋村から来てるのであろう。でも本当に嬬恋村から沖縄までキャベツ運んできてるんだとしたら、かなりすごいことですよね、うん、キャベツの千切りってどうやって作るんですか。なんかあれか、これぐらいカットして、でこれをあの細く切っていけばいいってことか。なんだっけ、ちょっとカキフライを回してきます。ひっくり返して、あ、美味しそう。よし、あ、これちょっと洗った方がいいのかな。よし、キャベツの千切りを上手にできるか否かでやっぱり料理の味が分かっちゃいますから。普段キャベツの千切り作ることないんで、結構あの今初心者の状態なんですけど、あ、自分で思ったよりいけてるな。私のお父さんがね、キャベツの千切り作るの下手くそでね、めっちゃ太いんですけど、お父さんの千切りよりは細く切れてると思います。でもちょっとダメだな、もうちょっと細くだな。ちょっと途中飽きちゃったから太くなりましたが、あ、まあ、こんな感じでね、あ、えんちゃいますかね、結構細いでしょ、うん、でこれをお皿に乗っけて、この上にね、あのカキフライを乗せていくということにしたい。ちょっと量多すぎだな、これなんか動物の餌みたいな量になっちゃった。こんなにキャベツ食べないですよね。ちょっとやばい、揚げ物が泣いている。熱い熱い、おお、いい感じだ。あ、美味しそう美味しそう。
ほら、めっちゃもうカキフライ定食よ。熱っ。はい、もう最高じゃないですか。めっちゃ美味しそう。わあ、熱々のうちに食べましょう。それじゃあね、早速食べていきたいと思います。いただきます。ではこちらね、じゃあ、いただきます。これね、わあ美味しそう。うん、こう、かじりかけだけどさ、こんな感じで、ちゃんと牡蠣ですね。ね、なんかね、香りがすごい。冷凍なんとかって香りが失われてたりするものあるじゃないですか。ちゃんとした牡蠣の香りがして、おいしい。期待してたより全然おいしいですね。普通に、なんだろう、冷凍感を感じさせない。だから多分定食屋さんとかで出てくるカキフライも多分冷凍のものなんでしょうな。こうやってね、冷凍のやつ揚げしたりするんじゃないですか。わかんないですけどね。めっちゃ美味しい。これすごいな。めちゃくちゃカキの香りがします。せっかくだからキャベツの千切りと一緒に食べてみよう。特にもう言うことはないんですけど、普通に美味しいカキフライですね。これは良いと思います。ということで、あ、ちょっと待って、なんか立ちくらみが。今ご飯食べてる途中、ベッドで寝ながら YouTube 見てたので、ちょっと座ってるのに立ちくらみがします。ということで、カキフライをね、完食しました。美味しかったですね。なんか業務スーパーでまとめ買いするよりも、まあ多少高くてもスーパーで買った方が全然いいみたいなものもぶっちゃけ結構あるので、まあその何もかも業務スーパーのものが美味しいかっていうと、別に全然そんなことはないと思ってるんですけど、このカキフライはめちゃくちゃいいですね。これは普通におすすめできるものだと思います。いや、わかんないですけどね、私別になんかその本物がわかる評論家とかではないので、まあもしかしたらね、カキフライオタクの人からしたらこんなのカキフライではないとか言うのかもしれないですけど、私的にはこれめちゃくちゃね、コスパも良くて、美味しいしね、すごい、感激しました。はい。ということで、いいと思います。では、今日も動画を見ていただいてありがとうございました。星野の YouTube とか、YouTube はこれだった。Twitter とか Instagram とかもチェックしてみてください。では、また次回の動画でお会いしましょう。皆さん、さようなら。星音星音星音チャンネル見てくれてありがとう。